しょ、うんしょ、どっこいしょ、うんしょ、うんしょ、どっこいしょ。大きな岩を丘の上まで運ぶのは大変なのだ。でも、頑張るのだ。うんしょ、うんしょ、どっこいしょ、うんしょ、うんしょ、どっこいしょ。はっ、ようやく運べたのだ。とっても重かったのだ。あとは、待つのだ。ずんだもんは、そうして一日中、下の参道に、若い女の子が通りかかるのを待ちました。女の子が通りかかったら、岩を上から落として、ぺちゃんこにしよう。ぺちゃんこになった女の子を、思う存分触って、心を満たそう。そう、考えたのです。でも、なかなか狙い通りの女の子は現れませんでした。3時間経っても、5時間経っても、現れませんでした。ずんだもんは、ひたすら待ちました。その間に、いろんなことを思い出していました。高校生の時、漫画を学校に持ってきて、生活指導の先生に怒られたことがありました。お前は何か、オタクか？はう。こんなもんに、列をあげやがって。いいか、ずんだ、漫画の女の子は生きていないんだよ。こんな平面の絵でしか、心を満たせない奴は、将来、ろくな大人にならないんだよ。女の子が好きなら、生きている、現実の女の子にアタックしてみろ。わう、ぐすん、ぐすん。当時、まだ、オタク文化は市民権を得ておらず、オタクは大変に肝がられて、強制が必要な対象とされていました。先生、でも、僕は、平べったくて、触ると冷たい、絵の女の子が好きなのだ。だ、か、だ、その歪んだ性癖を直せって言ってるんだよ。お前のためなんだぞ。でも、ぐすん。しょうがないやつだな。すぐにメソメソしやがって。試しに、先生のお尻を触ってみるか？先生の、お尻？ほら、特別サービスだぞ。生きている、生身の女を触ってみろよ。絵の女なんかとは、全然違うんだってことを、感じてみろ。先生、お尻の、どこを触ればいいのだ？どこでもいいよ。どこでもって、言われても、先生のお尻はとても大きいし、それに、僕、初めてだから。誰でも最初は初めてだよ。いいから触りたいように触れよ。ごくり。ずんだもんは、お尻をプリッと突き出した先生を、そのまま放置して、黙って家に帰りました。なんとなく、臭そうだし、触りたくなかったのです。次の日から先生はずんだもんと口も聞いてくれなくなりました。あれから30年、ずんだもんは自分も年を取ったな、と感じました。あの頃先生はまだ30代前半だったのだ。あの頃は先生のことを随分おばさんだと思っていたけど、僕はとっくに当時の先生の年齢を超えてしまったのだ。今考えれば、先生はとても若くて魅力的だったのだ。当時は、ちょっとブスだな、デブだな、とも思っていたけど、年を取るにつれ、ブスだろうとなんだろうと、30代前半くらいまでの女性は、みんな可愛く見えるようになってきたのだ。僕はどうして、あの時、先生のことを触らなかったのだろう？あの時、血の通った生きている女性の良さに目覚めていれば、随分違った生き方をしていたと思うのだ。ずんだもんは丘の上から遠くの景色を見つめて、静かに泣きました。そして夜になると岩をそのまま残して、とぼとぼと家路に着きました。途中でコンビニに寄って、安い焼酎とサイダーとエキサイティング、マックスを買いました。一人きりで、ボロボロの家に帰るのが、とても寂しい気持ちでした。